皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。芸術の秋、私もですね、舞台演出の作品がこれから続々と本番を迎えます。これまでキャストは沖縄で、スタッフは本土のスタッフでということが多かったんですけれども、今年度はですね、新しい試みにチャレンジということで、スタッフの方も沖縄のアーティストと組んでみようじゃないかということで、舞台美術とかそれから衣装なんかを沖縄のアーティストの皆さんと一緒に今準備に取り組んでいます。とは言っても、アーティストの皆さんも普段は例えばオブジェを作っていたり、自分の分野で のアートをやっていらっしゃる方で、舞台には初挑戦という方々ばっかり でこちらも初めて組むアーティストの皆さんなので、本当に試行錯誤ではあるんですけれども、でも私たち舞台どっぷりの私たちでは、出てこないアイディアがポンポンポンと湧いてきてですね、こういうコラボレーションも面白いなと思っている日々です。舞台公演のお知らせ、また詳しく決まりましたら番組の中でもお届けしていきたいと思います。さあ、沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は観光速報社の観光と経済編集長の戸口明さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんとのおしゃべりです。戸口さんは1957年那覇市のご出身です。群馬大学の工学部をご卒業の工学修士でいらっしゃいます。現在1973年に創刊の業界誌、観光と経済の編集長を務めています。観光と経済は沖縄の観光業界を見つめて40年目を迎えました。景気の回復と円安の追い風で好調の沖縄観光の今を、戸口さんはどんな風に見ていらっしゃるんでしょうか。それでは島田さんとのおしゃべりをどうぞ。今日徳さんには沖縄観光、はい、絶好調というメッセージが出てるような気がするんですけど、なんだよね、数字だけ見てると絶好調、やっぱり、というのはね、はい、この空港にいてもそうだし、内地からビジネスで来る人たち、いろんな人と僕話するけども、はい、島田さん沖縄に行く飛行機いつも満席ですよと。なるほど、はい、それはもうそういう印象をみんなも口々に伝えるわけだから、沖縄便はね、はい、すごいよね。どうなんですか。いや、実際その通り、現状はすごいと思う、すごいと思うんだけれども、前の年に比べてすごいっていうだけよ、12年に比べて今すごく伸びてると、で水準から、年間の水準から言うと2008年をちょびっと超えるかなっていうぐらい、ちょびっとって30万人ぐらい上回りそうだけれども。2008年というのは例のリーマンショック の世界中の景気後退の、あの時の話、リーマンショックが9月11日になったよね、15日だっけ、そんなもんだ、9月15日だったと。でそれ、その月10月ぐらいまでは予約キャンセルする人なかなかいなかったんだけど、11、12からずっとマイナスだ、になって、で2008年は過去最高だったけれども、年間604万人だった、これが過去最高です。でそれから2009年は世界同時不況、それから、インフルエンザがあって、さらに落ち込むと、それから2010年ちょびっと回復したけれども、2011年に震災でさらに落ち込んだ、もう一回落ち込んだと、それにこうする日本はずっとそのデフレが続き、それから政治のデッチロールが続き、で世界的不況、円高、でそれはまともに沖縄観光にも逆風で吹いて直撃したと言っていいんじゃないかな、で2012年に震災終わって回復したんだけれども、582万人、過去最高に届かない、2008年に届かない。で今年2013年、僕の予想では630万人ぐらいいくんじゃないかなと思って見てる、それをさっき言ったその人伝えに聞く沖縄観光すごいですねと、それからメディアで読む沖縄観光の実態、外国人も伸びてると、それから確かにね、国際通り歩いたら、
人いっぱい、国際通り多い、外国人多いよね、首里城も外国人多いね、内地から来たらびっくりするわけ、この那覇の街ってこれ どうなってんですかと、うん、ビルバンバン立ち寄ると、はい、これ、うん、しかし本当にその、その経済効果たるこの辺はどうなのということは、はい、一回あのみんながそうだと言ったときに、あの、うん、天の弱だから違うんじゃないかと言いたがるのが僕らさね、うん、まあ、あの、いや、じゃあわざとマイナスのこと言うと、うん、例えばあの宿泊の単価っていうのはそんなに上がってないんだよね、うん、この間沖縄高校のレポートが出たけれども、2012年っていうのは単価、うん、前の年より下がってるんだよ、うんうん、まあ、お客さんが増えた分それでカバーしたけれども、うんうん、総売上は増えたけれども、お客さんが使うお金っていうのは増えてない、うん、で今年、4、6の結果が今日多分出ると思うんだけれども、これもそれほど増えないんじゃないかなと俺見てるんだけどね、うん、これはあの、はい、僕の認識、沖縄観光の、うん、3つの課題と、はい、でこれ長いトレンドも長く見た上でですよ、はい、今徳さんおっしゃった一人一人の単価、はい、使うたあの旅行費用、はい、遊びに来て使ってもらおうかねというのは、はい、もうここ20年ぐらいずっと下がっていってる、うん、2000年ぐらいから下がってるよね、うん、一回上がっ2001年まで2000年まで上がったんだ。あ、そうなんですか。サミットの時まで上がったというか、ね、横ばいでピークを維持してたんだけども、まあ、上げきれない状態の中から2001年のテロの時から下がり始めてるよね、うんうん、ここはじゃ あのやっぱ課題なんですね。沖縄もちろん大きい課題です、うん、ただその頃のピークの頃の金の使い方ってき、いろんな業界の人を思い出してもらうとすごいお金使い方してたよね、うん、あの何百万円のサンゴ買ったりするっていう人がいたりさ、うん、っていう話は今はそこまでは戻らないだろうなっていう感じですけど、うん、日本人の旅の形の問題ですよね、はい、で今中国人がそういうことですよね。あ、中国人だったらやるかもしれない、ね、今ね、あの旅旅に行ったらそれ非日常状態になって、はい、かだから何十年か前の日本人がやったことを、うん、多分中国人が繰り返すんだと思う。一本目の課題それで、二つ目はそのこそその中国人の話なんだけども、外国人の客の比率がなかなか上がらないというのが沖縄観光の課題と僕認識しているんだけども、はいはい、それは今まで上がらなかった理由があるのよ、うん、っていうのは日本人観光客だけでホテルいっぱいになってたから、うんうん、外国人入り込む余地がなかったわけさ、難儀してわざわざ呼ばなくてもいいということね、そうそうそう、ところが2009年あたりにどんと沖縄でホテル増えたでしょ、客室が。そうすると結構夏休みでも外国人受け入れる余裕が出てきてるんだよね、うん、その上その2009年というのはその沖縄観光がこう日本人客が落ち込むという時期だった。だから皆さん安く価格出してる時期なのよ、うん、その時にから外国人を強化しようじゃないかという話になってて、まあ、もちろん計画としてはその前からもっと強化すべきだと言ってたけれども、真剣にやり始めた2009年ぐらいからじゃないかな実態、その業界としてはそこまでのことにはなってなかったわけですね。言い続けて10年になってるとは僕は思ってるんだけども、うん、そう、その通りだと。ただあのその初についた着手したのはこの5年ぐらいで、そうです、はい、でそこはどうです今。好調です。それはあの国内が不振だった分、うん、外国行ってどんどんキャンペーンしたでしょ。そうキャンペーンしたら来るんだよね本当に、うん、外国の場合は、うん、あの日本国内なんか成熟したとかなんとかいう人いるけれども、外国で沖縄って言ったら非常に珍しいでしょ。僕らも本当にこの数年、うん、伸びてるなというのを実感しますよね、街でね。するしますね、うん、あの劉邦行ってもそれからあの三重行ってもだって表記が中国語とかね、うん、その前まではパレットくも字のデパートだから中国語とか英語とかのアナウンスあったけども、うん、もうどこのスーパー行っても必要ですもんね今ね。で修理場なんかあの iPhone みたいの持ってさ、それに道案内させてくるお客さん結構いるってらしいよ。それからバスの時もあのバスターミナル行ってこの外国人 iPhone みたいの見せてからこれ行くのどうしたらいいかっていう風になってきてるよね。それからレンタカー使う人も増えてるよね、うん、いや本当にじゃあ日本人以外の客が観光客として本格的に、指導したと、沖縄観光にそのマーケットで入ってきたと、はいはい、で確か7月の実績で外国人というのが、6万人です、観光客50数万人いたけれども、その1割超えてるね、もうね、うん、じゃあここの課題も克服しつつあると。
しばらくほっとけば、ほっとけばというか今まで通りのキャンペーン続ければ。なるほど、まあ、去年ね、はい、うん、その日本と中国との外交問題があってガッと伸びるだろうと思っていたあの中国人客、これ一回こう止まったんですけども、はい、ここのところどうですかね。これは路線、飛行機路線がまず回復したので、うん、それに乗ってくるお客さん結構いろいろらしい、うん、8割ぐらいお客さん乗ってるっていう話だから、うん、その日本と中国の間 の, その尖閣の問題で の, その国と国との問題、あのなんか気にしますかという話をしたら、や私たちには関係ないんだという話を普通結構すら、そうだよね、うん、僕たちだってそうでしょ。じゃあ民間ベースでちゃんと飛行機が飛んでればいいってこと、ね、飛んでればいいだけないし、それからあんだけの人口いるんだからみんな、まあ、アンケート調整したら9割ぐらい、うん、日本嫌いとかっていう人たちいるらしいんだけれども、これ本音かどうか本当は分からないよね。あの行って日 本, の日本は国家あんま好きじゃないけども商品好きですよね。そうよね旅にも行きたいらしいしですし、ね、うん、一番近い外国だし、うん、まあ、2つ目の課題と言われている外国人客、これは戸口さん的には問題ない？ないと思う。ほっとけば伸びると言ったけども、いやほっとけ今まで通りのキャンペーンで伸びるっていうのはね、うん、あの去年おととしって相当外国人向けキャンペーン したのよ、うん、その結果が今頃出てきてるわけさ、うん、でその結果は確かに目を見張るものがあるという評価で、うん、日本旅行業協会が沖縄県、沖縄観光コンベンションビューローを表彰してるんだよな、うん、多大な貢献外国人報道されてましたな、はい、うん、はい、そのぐらいやってるわけ。今その日本に外国人観光客を入れるというのは国策でもあるわけですもんね。そうよ、でだから観光庁が外国人観光客今年1000万人にするって言ってるでしょ。それのかなりの部分を沖縄で頼むって言ってるぐらいの話 で、うん、で沖縄が世界中でそのテレビ CM やってるんだよね、 CNN とか BBC で、うん、それは沖縄って言うけども沖縄インジャパンっていう宣伝の仕方さ、そうすると日本の宣伝にもなってるっつって、うん、ありがとうってこの間来てたよ観光庁長官、うん、はい、課題の2つ目と思っていたその外国人客が入るというのは、うん、これもいい方向に進んでるんだ。進んでると思う。3つ目言われてることは、はい、でもやっぱりその自然文化、この立地の良さみたいなことは、まあ、認められ始めてるが、エンターテインメント足りないよねと、うん、来て楽しみ方の例えば2泊3日3泊もうこれ長くしていくような、これハワイと比べてしまうんですよね、うん、これ足りないよねと、足りないな、これ課題だと言われてるね、うん、これもどんどん作っていかんといかん話だと思う、まあ、これちょっといい加減な言い方になるかもしれんけれども、ただその僕たちハワイ見に行ってすごいよねっていうのは感じるのは感じるけれども、ハワイは世界の観光地からしたら別格だよね、うん、非常に特殊で優れた観光地であって、すぐあそこまで行くっていう感じはちょっと難しいかもしれない、別格、うん、別格です。世界中から見て別格、例えばラスベガスもすごいけれども、あそこに滞在する人ってせいぜい4泊なんだよな、うん、平均滞在日数ハワイ9日間8泊9日以上してるんだよね平均で、こんだけ長くいる理由、まあ、そのエンターテイメントももちろんあるし、それから遠いと非常に、せっかくあんなところ遠いところまで行ったんだから1週間いようかと、そのアジアから行くにもアメリカから行くにも6時間7時間かけて行くわけですよね、うん、でだからそれと同じこと、実はヨーロッパから来た人って沖縄に長期滞在するわけ、あ、なるほど、あんな遠いところからわざわざ来るからって、うん、でその傾向、遠いところから来た人 の長期滞在する傾向があるよ。今ちょっと、まあ、ラジオで見えないけれども、沖縄の西海岸というか恩納村のリゾート海岸と、それからハワイのワイキキビーチの写真があるんですけれども、密度が全然違うよね、うん、沖縄って見渡しかなり遠いところに一つホテルあって、もうちょっと遠いところに一つ、もっと遠いところに一つ、ハワイってもう隣近所に40階建てがずらっと並んでるわけでしょ。それそのものがエンターテインメントになったりするんですよね。できることが全然違うと思う、うん、で僕最初の問いかけが沖縄観光絶好調でしょという話から、はい、こう僕話をつなぎたかったんだけども、うん、
絶好調の時にやっておくべきことがあるだろうと思っていて、それは何なんでしょうねと、いうことを徳さんに聞きたかったんです。あ、やっておくべきことというか、やっちゃいけないことはあるよね。あの急に価格を上げたりさ、あの忙しいからってサービス手抜きしたりさっていうことはやるべきではないと思う。で絶好調になる、絶好、まだその去年に比べていい通だからけども、あのお客さんが増えて売り上げが増えるっていうことは逆に社長たち知恵が出てくるんだよね、金がない時できなかったけど今余裕ができたからこれやろうかっていう風になってくるはずなんで、これはあの個別企業によっていろいろあると思うけれども、だから例えば丸々施設さんが増築するとかさ、新しいところに新施設作るとかっていう動き出てきてるでしょ。そっちの方向に向かえばいいわけですね。あの要するにいい回転でもっと知恵を出してもっと面白いものをやっていこうという方向に、いいサービスをもっと作っていく。だから何するかっていうのはそれは社長たちのが一番よく知ってるはずで、僕はあんまり知らないけれども、ただそのそれにそういう動きに対して水を差すものがあるとしたら、例えば消費税来年から上げるよと、言った時に社長としてこれまた景気悪くなったら投資した金が回収できないじゃないかと思うようであれば、その投資よくそがれるよね、守りに入ってしまう場合がある、それ様子見ようという話になるさ、 8% 上がって何が変わるかなと思って、じゃあ来年を待つかという話になると、そこですけどね、はい、この状況の中でこれあのいい悪いではなくて何が起きるか、あの総理が上げないって言ったらすごいインパクトだよね、人気爆発するじゃない、ま、もう一回かどうかは分からんけどインパクトあると、あの人気が出るかどうかは僕は分からんが、だから来週動きが出る消費税の問題、もう大体上げるという方向で世の中もみんな見てるわけで、ムードそうなってるけれども、あの証拠は何もない、上げるという証拠は何も出てきてない、新聞報道だけです。あの経済効果って、あの意外性というものがあの すごく効いてくるじゃないですか、インパクトです。これ、あの上げないといった時のインパクトはあるね、ものすごく景気良くなると思うよ、楽しみだな。あの徳さんの新聞でじゃあ上がった時の解説も読もうと思うし上げなかった時の解説書くつもりだけど、それはあの期待してそれを読ませてもらおうと思いますよ、はい。独特の戸口節でございましたけれども、あのお話の中に出てたあの沖縄県が、世界各国で、まああのね、キャンペーンを行った効果が、ね、昨年あたりから、まああのね、効果が出て出始めているんじゃないかというお話がありましたけれども、実はあのイギリスの方で、まあ、沖縄のコマーシャルをやってるんですけども、それ私ナレーションを私英語でやってまして、あの撮るときにね、そのイギリスの方からわざわざそのディレクターさんが沖縄にいらっしゃってたので、すいません私の英語はこちんだなまりなんですけど大丈夫ですかねみたいなことを言いましたら、大丈夫です、沖縄の人が喋ってる英語がいいんですっていうことで、本当にあの全然ネイティブじゃないこのあのなまりまくったあの英語でパラダイスとかなんか喋ってますけれどもね。でもあのこうしてあのコマーシャルのお手伝いをさせていただいたり、それからまあね、あの県のお仕事で、琉球芸能をね、海外の方にあの演出作品を持っていきまして、で皆さんに、芸能を通して私もなんか少し微力ながらあの観光のお手伝いできてるんじゃないかと思うと、少しねあの仲間たちにも感謝の気持ちでいっぱいなんですけれども、あの今回の、ね、コーラルラウンジでのお話の後ですね、あの島田さんはこんなことを思ったそうです。観光産業はやっぱりあの名実ともに沖縄の基幹産業になったんだなということを感じられたということで、この観光と経済が創刊された40年前、今のこの状況を皆さん想像されていたんでしょうか、どうだったのか、そんなことを思われたそうです。コーラルラウンジ、今週は観光速報社観光と経済編集長の戸口明さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした。
めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日は大好きなシャカリのニューアルバムのご紹介ですよ。シャカリですね、15周年を迎えたんですよね。1998年に結成されたシャカリ、千秋さんとそれからプロデューサーのかんなりさんのお二人なんですけれども、お二人と私いろいろとお仕事をご一緒させていただいていて、例えばかんなりさんは舞台の、舞台作品の音楽監督をしていただいたり、まあ、千秋ちゃんはその歌姫だったり、まあ、いろんなところに行きまして、海外ももうヨーロッパ公演もですね、お二人とも大変お酒をお召しになられる方ですので、もう舞台をですねもう精一杯務めた後、美味しいビールで何度も乾杯をいたしましたけれども、めでたく15周年ということで、今回ですね15周年の記念アルバムが出ました。いつもだと、まあ、シャカリ独特の、まあ、沖縄ポップスといいますか、そういう曲がたくさん並んでるんですが、今回はですねアルバムタイトルが温故知新ということで、古典音楽とかそれから、まあ、民謡とか琉球舞踊の名曲なんかを、まあ、シャカリのアレンジでということで、いやこれがですねなかなかいいんですよ。実はシャカリの、まあ、千秋ちゃんはですね、今年の初めでしたかね、香港と台湾に、舞台公演、私の作品で、まあ、舞台公演に出かけるときに、まあ、歌をお願いしたんですが、いつもだとまあね、ソロみたいなところがあったりするんですが、今回は例えば、エイサーの地方だったり、それから古典だったり、民謡だったりと、たくさん、お願いしたんですよ。で、打ち合わせのときには、あ、これも初めての曲だ、あ、これも初めて、これも初めてって言って、本人はとても不安そうだったんですが、2回目のお稽古の時にはもう完璧になってまして、どうしたのって言ったら、まあ、年明けの公演だったのでお正月はもうヤーグマイしてずっと稽古してましたっていう、そのぐらいやっぱりね、ステージでの、ね、素晴らしいパフォーマンスの陰にはこうした努力があるんだなと思って、本当に頭が下がる思いだったんですが、いよいよ来月10月の14日、15周年の記念アルバム、温故知新、発売になります。そして、この発売を記念して、再来月11月には東京、名古屋、大阪、そして沖縄でもライブツアーがありますので、楽しみにしたいと思います。ぜひ皆さん、ね、このシャカリの15周年記念アルバム、温故知新、聴いてみてください。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤では皆さんからの番組のご感想や曲のリクエストなどメッセージをメールでお待ちしています。宛先は 864@rokinawa.co.jp 864@rokinawa.co.jp です。件名に沖縄羅針盤と書いて送ってきてください。お待ちしております。それからポッドキャストやブログでも情報発信中です。ラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページご覧になってください。沖縄羅針盤、今週はそろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。